魔術師の弟子は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第9シリーズ第1話、2015年9月19日に BBC1 で初放送された。番組制作葬式のスティーブン・モファットが執筆し、ヘッティ・マクドナルドが監督した。本作は2部作の前編であり、後編は9月26日に放送された、魔法使いの友である。本作では、 異星人のタイムトラベラー12代目ドクターが姿を消し、ユイゴンダイヤルを幼少期の友人ミッシーに渡す。ドクターのコンパニオンであるクララ・オズワルドはミッシーに呼び出され、彼女と共に死の目前にあると予期されるドクターの居場所を特定するが、そこで宿敵、ダーレク族の使いと遭遇し彼らの惑星、スカロへ連れて行かれる。ダーレクの創造主であるダブロスは衰弱死死の間際に、 いたが、幼少期に、ドクターと出会ったことを思い出して、彼を捜索していた。撮影は2015年2月に、スペインのテネリフェージまで行われた。12代目ドクターは、惑星カーに帰還していた。修道所のおひらは、何者かが軸を越えて、彼を捜索していることを告げる。もう一つのプロローグザ・ドクターズ・メディテーションは、ロシア、カナダ、アメリカ合衆国。 デンマークで2015年15日と16日にネザースフィアと天国での死の 3D 劇場公開とともに公開された。イギリスでは9月18日に Facebook や他のオンラインチャンネル上で公開された。この6分間前日談ではドクターは中世の男坊主と会話し、坊主は彼と対峙する存在が友なのか敵なのかを問いかける。 ドクターは深く考えなくてはならないと答えたが、それに苦労している様子を見せる。本作に登場するカレド族の兵士は弓矢で武装している。これはハリー・サリバンがダレク族の誕生で述べたセリフゼイヤー、ゴイングツーフィニッシュオフウィズボーズアローズをほのめかしている。コロニーサーフが訪れたモルドバリウムはドクターの戦争が最後の登場となっていた。 モルドバリウムには過去に登場した様々なエイリアンがおり、具体的にはシコラックスやハース、ウード、チボリホシ人が登場している。シャドウ議会も盗まれた地球以来の登場を果たし、シャドウアーキテクトとジュドゥーンも再登場した。ドクター・ゼンヤにも登場したカーンの修道所はモービアスの脳で初登場した。ユニットがコンピュータアルゴリズムを使用して、 ドクターを捜索する際、ドクターが出現したとされる様々な都市の位置が地図上にプロットされる。これはドクターの数多くの過去の冒険に対応しており、サンマルティのニューヨーク、さらにはアトランティスに対応する可能性のある3点がある。ダブロスはダレク族の誕生から盗まれた地球、旅の終わりまで何度もドクターと対峙してきた。 最も特筆すべきは、ダレク族の誕生で四代目ドクターが、将来数百万の命を奪う悪に育つ子供を、殺してよいのかと自問自答するセリフである。ドクター風の歴史を通して様々なデザインのダーレクが、登場してきたが、本作でも彼らの創造主ダブロスや惑星、スカロと共に、複数のデザインのダーレクが登場している。中には百六十三年に初登場した。 青色と銀色のダーレクも登場している。クララは、ドクターの居場所と意図を推測する際に、ディラントマスの詩の第一文である、Do Not Go Gentle into That g u n n a を引用している。12世紀で、クララとミッシーをドクターが見つけた際には、彼は、ロイ・オービソンの、オープリティ・ウーマンの冒頭の歌詞を述べている。ドクターが12世紀で、エレクトリックギターを演奏していることと、 当時の民衆に英語のスラングドゥードを教えていることは映画ビルとテッドの大冒険とビルとテッドの地獄旅行に対応している。この映画2作は電話ボックスに乗ってタイトラベルして歴史上の人物に彼らの風習を教えるという作品になっている。ギターを演奏しているのはピーター・カパルディ本人である。彼は1980年代前半には クレイグ・ファーガソンと共にパンクロックのバンドに所属していた。撮影は2月12日に始まり、監督は瞬きするなと同じくマクドナルドが担当した。ダーレクの小道具はドクトルフーエクスペリエンスの展示物から入手された。惑星スカロの地表のシーンのセットはカナリア諸島のテネリフェージまで撮影された。なお、カナリア諸島の別の島、ランサローテ島はガツを殺せと、 プラネット・オブ・ファイアで撮影に使用された。ケリー・ハンターは、第4シリーズ、盗まれた地球でもシャドー・アーキテクト役で出演しており、ジュリアン・ブリーチも、盗まれた、地球、旅の終わりで、ダブロス役を演じていた。カーンの修道女の一人であるオ平ラ役のクレア・ヒギンス、は50周年記念ミニエピソード、ドクター・前夜に出演しており、その後第9シリーズ最終話、時空の果てで、 で再出演を果たす。コロニーサーフ役のジェイミー・リードイ・コールク・オレルは第9シリーズ影に囚われてでベール役を演じる。魔術師の弟子の予告編は2015年9月5日に公開された。魔術師の弟子は2015年8月27日にエディンバラにてザ・ガーディアン・エディンバラ・インターナショナルテレビジョンフェスティバルの一環として劇場上映が行われた。 2015年9月10日には、後編、魔法使いの友と共に、カーディフで、バフタ・カムリーにより上映され、その後質疑応答のセッションが設けられた。本作の視聴者数は654万人で、マット・スミスのシンクの恐怖以来となる低記録を残した。BBC アイプレイヤーには130万件のダウンロードリクエストが寄せられた。 BBC1 での放送当夜の視聴者数は458万人で2005年に新シリーズが始まって以来各シーズンの第一話としては最低記録であった番組視聴選挙率は21.2%で X ファクターに次いでその夜で2位となったアプリシエーションインデックスは84を記録した BBC アメリカでの放送では18歳から49歳の 視聴者が110万人で、総合すると約200万人の視聴者を獲得した。魔術師の弟子は、批評家から賞賛を受けた。イグンのスコット・コリューラは、本作に10点満点中9点に4点をつけ、素晴らしいと評価した。彼は、12代目ドクターがこのエピソードでは、多くの面白いものを持てたが、彼は、本当の暗いパンチを打つこともできた。さらに、 クライマックスの曝露とクリフハンガーは、ドクターに、後の情緒的な演言をもたらすのに役立つだろうと述べた。彼は脚本を絶賛し、ドクターと視聴者の両方に、体形への真のショックを与え、第9シリーズを始めていると主張した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは5点満点中5点の評価を与え、エピソードのストーリーとコンセプトを称賛し、スティーブン・モファットが我々に、 フィナーレのように感じられるシーズン第1話を約束し、そして少年を連れてきた。実際に少年を連れてきた。少年ダブロスだ。誰かがやるのを待っていた素晴らしいアイデアだとコメントした。しかし彼は、本当の危機感がない、万物が強く打てなくなっている宇宙だとも指摘した。SFX のニックセッチフィールドは、本作に欲しい筒を与え、基地と脅威に飛んでいる。 番組の博物館的な古典作品にも臆せずに挑んでいると論評した。しかし、本作に5点満点中3点を与えた、デイリー・テレグラフのベンジー・ウィルソンは、シャドウ議会が今回でも蚊帳の外にされていることを指摘し、真面目に受け取ってはならないことを思い出させ続ける、ドクター風の宇宙の中で、一見破滅的な出来事が非常にスリリングになることができるかを疑問視した。 ありがとうございます。